9月19日の朝にこの動画を撮ってますけども、昨日タワーレコードさんから GoGoBT トレインの発送通知メールが届きました。セブンイレブンの受け取りを指定しているので、この後タワーレコードさんとは別にセブンイレブンから到着予定メールが入るはずなんですけど、今のところまだ届いてなくて、一応明日が祝日でお休みなので、明日の朝受け取りできたら明日じっくり聞くことができるんで、明日受け取りたいなってこう一日フラゲできたらいいなっていうふうに思ってます。すごい楽しみにしてます。で、前回の動画アップしたのを、まあ、いつもタイマーセットしてるんですけど、夜7時にアップするようにセットしてたら、ちょうどその時間に爆竹さんのオフィシャルから大きな発表があって、まあ、ちょうど時間重なってしまって空気読めないような感じになってしまったんですけども、ツアー2021 GoGoBT トレイン全公演中止の発表をですね、まあ、今井さんの、まあ、回復を待つような形になりましたけど、まあ、これに関しては仕方ないですよね。まあ、逆に考えればコロナがもうちょっと収まるまで時間が取れたのでよかったっていうふうに将来的に思えるようになればいいなと思うぐらいのもので、ただあの発表を見ると12月29日の日本武道館公演ザ・デイ・イン・クエスチョンなり、まあ今年の場合は GoGoBT トレインの一環として行われたのかもしれないですけども、まあちょっとその辺に関する記載はなくて、もしかしたらっていう僕の希望的観測なんですけども、日本武道館公演に関しては実施する方向で模索してるんじゃないかなと思っております。というのも、まあツアーに出るってなればね、移動とか、ホテルの宿泊先とか会場とか、まあ、バリアフリーの状況とかもよくわからないですし、実際体が自由に動かないことで移動するのはなかなか大変かもしれないんですけど、まあ、日本武道館ということであれば自宅から行けたり、まあ、改修した日本武道館多分バリアフリー的な面でも配慮されてると思うのでっていうのもあるし、今の爆竹さんだと動き回れなかったとしてもアコースティックで武道館のライブ構成できるだろうなとも思うし、まあ、それが今井さんの望むことかどうかまた別としてちょっとわからないですけども、まあなんとか開催する方向で考えてくれているんじゃないかなと思ってます。今日はそんなところで短い動画ですけども、明日 GoGoBT トレイン手に入れることができたら明日中に感想アップできたらいいなって思ってます。ではまた。